バランス100っていうゲームをやっていきます。なんか若干バランスが崩れてたり、規則性の崩れていたものに対してまあちょっとすっきりしたいみたいな、そういう気持ちをテーマにしたゲームらしい。これは、あ、ん？なんだ？今のがカーソルかと思ったらこっちがカーソルなんだね。で、一応ボタンとか矢印とか書いてあるけど、スティックでも動かすことができる。もちろんボタンでも、今これボタンで動かしてるんだけど、ボタンでも動かすことができると。はんはんはん。で、ここにやると始まるのかな？はいはいはい。もうこんなもんこうでしょ。上下？あ？こう押し、ん？押したまま上に持ってくるってわけじゃない。あ、なるほど。LR で縮尺を変えることができるよと。で、変えた状態で、これなんかボタン押すの？え、なんか矢印が上下についているのは何なんだ？上下にあるわけでもなく、L、お、これか？これだ！トリガーでなんかやって、上下に動かしましたと。あ、ここに持ってくる。なるほど！ちょうどぴったり持ってこないといけないのね。はいはいはい。はい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 、わかったわかった。ここ、ね、じゃん！絶妙に調整が難しい。ちょ、こうだ。あれ？なんか、より悪くなってない？あ？違うのか？違うのか？あ、こっから外れちゃいけないんだ。なるほど。手がこういう風に、あれ？違うな。絶妙に難しいです。これで。じゃあ、これ本気でやってるからね。本気でやってこい、おい。はい。あれ？え、そこで話すんじゃないの？はい。はい。あ、オッケー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 。よしよしよし。え、で、あ、なに？これを、ここにやって、はい。はい、完璧、95点。で、これを、なに？ぐるんと回した。はいはいはい、これ完璧、96点。なるほど。位置合わせとかそういうのもしていくと。OK、わかった。バランス100、タイトル画面に来ました。で、これちょっと、スティックのズレとかがちょっとありそうだけど、まあいいや。とりあえずやってみよう。HP に合わせれば、あ、HP だけでやるかどうかってことか。で、これを選べばいいのかな？ん？合ってる？合ってる？合ってるの？合ってる。チャプター1。なんか絵が可愛いな。あ？これ何？まず何？カーテンのなんか？あ、ここに合わせましょうと。合わせた結果どうなるんだこれは。96以上じゃないとダメなの？はい、合わせましたよ。え？これジャストじゃないとダメ？なんかまだ矢印で要求されてるよね。ああ絶妙に合わせにくい。おい、こら、ちょい上だ、ちょい上だ。ああだって、いや、こんぐらいでいいでしょうよ。え、でもまだそこなんだ矢印。え、これなんか100とかにしないとあかんのです。これは左右、左側は左右合ってる。おー、完璧。あ、え、これマジで ?100 にしなきゃいけないの？あ、ボタンでやった方が超楽。オッケー。コツつかんだ。これで開けました。はい。絵をここに飾りましょうってことか。で、下を持ちまして、はいはいはい。100のところでぴったり。オッケー。これ完全にボタンでやった方がいいゲームだ。
ざっくりはスティックでやって、うん、で動かすときは最後はボタンでみたいな、そんな感じだね。オッケー、絵画飾れました。これ何、カメラ、あ、これ照明か。あの左手も添えたいです。なんかうまくいっちゃったからいいや。はいはいはい、え、もっと飾れと。なるほど、これそれぞれ、じゃあこの位置、あれ違うな。あ、これもう位置はちょうどいいから飾れってことだね。はい、左、完璧。これ基本的に100を目指した方がいいゲームなのかな。あ、これなんか絵の順番とかなんか言い出したりしないよね。順番が違うから減点ですみたいな、そんなことまさかないよね、まさかね。ちょっと左、 OK。 いやー綺麗、すっきりする。もうこのラインも揃ってるし、上も揃ってるし、あー綺麗だ。これは一個一個が課題なのか、もしかして。これを選、あ、ステージになってる、すげー面白。でこれを、はん、ああ揃えましょう、 OK。 え、ちょっと勝手に動かないで、 OK。 でこれは、はいはい、時間制限あるの、おお、すげえ100いけた。え、でこれも、これも、このこの、あ、ちょっと待って待ってください。はい、完璧、 OK、 星3つ。なるほど、こういうちっちゃいステージがいくつかあったりするんだね。いくつかっていうか6つあるのか。さあ次のスッキリ、タオルを、はいはい、タオルの高さ、あー、なるほどね。ちょいちょい、ほっ、完璧。いや、97か。あれ、これは、これはいいのか。で1個やったら時間が出始めるのね。あれ、時間制限アウトか。あ、そっか、あの時間を達成するとあれがもらえるんだ、星が。でこれはもう達成をミス、なんか止まってくんないんだが、なぜ止まって遅れない、だい、オッケー。で、で何、うおー、あれか、一箇所時間間に合わなかったやつか。あれ、これ何、コイン、コイン、コイン、にゃんにゃんにゃん、からのからのにゃにゃんにゃん。え、これを何 100% にすれば、もしかしてにゃんが出てきたりとか。いや、これね、勝手に動いてんだよ、しかも。ほい、オッケー。何を、何のカウントよ、この。え、何を待たれてたんだろう、今の。これも高さは合ってるよね。この影のにゃんこが何なのか。あ、こいつもまだ 97?え、そんな全部で 100% 目指すみたいなことはないでしょうよ。ほっ。むずっ。はっ。はいはいはい。移動が終わったところで、あー、でもダメだ。で、何のカウントダウン、これは。はいはい。あ、なるほど。画面の中でどっかピンポイント、あー、タッチするとこういうコインが出てきて、あ、コイン集めたからニャンが出てきた、かわいい。うん、なるほどなるほど、こういうのがあるんだ。いやー、星2がすっきりしないな。こういうすっきりする系ゲームだからこそこの星2は悩ましい。あ、でもここにもニャンがいたんだね。ニャンの影あるもんね。まあいいかな、とりあえず進めていくか。おお、これは分かりやすい。これをこうしろってことだね。にゃん、ちょっと待って、にゃん戻さないで。え、ちょっと、めっちゃコイン手に入るけど、え、なんで俺は。
なるほどなるほど、掴む位置が固定されてんのね。対面じゃないといけないんだ、掴んじゃ。で、こう。え？なんかね、決定を押す瞬間がわかんないんだよな。これで？押して、OK！ あれ、俺、なん、え？あれ、正常な挙動なのかな？あの、勝手に回っちゃう状況。なんか、コントローラーが、悪さしてる？あ、ここ、にゃん。あ、なんかもう、にゃん集めちゃった方が良さそうだ、これは。背拍子ににゃんがいるなら。あ、いたいたいた。いた。これで終わりか？終わり。かわいい。これを、完璧。まさか？こいつだけ動かないよね。あ、よかった、上まで動くけど時間がない。まあ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 、これはこれでいいってことだよね。で、95からの95からの100。え、で、何のカウント？たまにタイムカウントが何を要求されてるか分かんなくなるけど、まあまっすぐ揃ってるよね。95も正解でしょう。さあ、次行こう。5個目。え？何？順番？え、何？にゃん。ちょっと、にゃん先行きたくなるな。にゃんとにゃんで。あ、もうにゃん行けた。かわいい。で、矢印、ここ？ここ？違う。これ、一個一個？あ、はいはい。は？ここ、あ、ちょっと、勝手に動くのやめよう。こう。はい！くそ、まだ納得しない。こう。はい！もう90はいったんじゃない？で？次にいじるべきはこれか。こうで若干右を上げてこうだ。 OK、 96取れば十分でしょう。いや、だからそのタイムカウントは何？これなんかさ、90のところで落とせてる気がしないんだよね。なんかミスってる。おお、100星に。めっちゃ寝てる、この影。何の画面なのか未だに分かってないけどね。なんかゲーム画面みたいなもんなのかな。にゃんからの、にゃんからの、この辺か、にゃん。これで終わり。にゃーん、かわいい。で、この椅子を、はい、揃えないとスッキリしないですよね。ちょっと、いや、また出たよ。この絶妙に勝手に動かされる感じ。こう力が入りすぎるとなのかな、やっぱり。これやべやべ。じゃあ他の直そう。他のの方が簡単なはず。あ、マジで簡単じゃん。こうして、こうして、こうして、ほっ、 OK。 95以上ぐらいいけば十分なのかな。無理、その時間は無理、さすがに。よいしょ。で、あとは、いやー、惜しい。94ぐらいだったね、今。95以上がノルマっぽいから、ブレるんじゃないよ。落ち着け。落ち着いていこう。なんかすごい点滅してるの怖い。はい。ほい。OK。あとはこれだ。この問題じゃ、なんか急にできるようになってる。はぁ？なんでだ？なんでだ？こんな急に簡単になってるみたいな。
今までこうでしたけどみたいな。いやこいつはもっとやばかったって。あれなんでだ、なんかやっぱり変なことしてたのかな。お、この絵を次は選ぶ。あ、あ、変わった、すげえ、一枚のでかい絵になったのか。へえ、でこれで次行くと、あ、チャプター2になるんだ。なるほど。あ、また絵画を飾るところからちょっと面白い。ここに、完璧、開ける、はい、貝が出てくる、上を持って出す、下を持って吊るす、完璧で、テーブルに手紙が届きました、手紙じゃねえや、ラベルが届きました、はい、でまた横に絵を、あ、なるほど、照明を、今度は照明は片手でいいか、はい、置きました、だよね、今度は4面あるのか。自分で面作っていくの面白いね。97で横に1個ずらす、よし、じゃあ2面始めていこう、2の1、なるほど、あ、ん？これタイルを入れ替えるみたいな話か。あ、違うわ、タイルを回すんだ。え、ちょ、待って待って、左右の手が反対になると分かんなくなる。で一回にゃんこ探しを、にゃーん、かわいい。でこれちっちゃいから、絶妙に難しい、やっぱりな。ここ持って、ここ持って、これそうか、これ手が入れ替わってるんだ、入れ替わってる前提でやんなきゃいけないの、嘘でしょ。ダメだ、ちょっとこういう時ね、諦める方がいいっていうことを学んだ、1個前のステージで。とりあえずね、やれるところからよ、やれるところから一歩ずつ進んだ。やれるところがない、やれるところから一歩ずつ進んでいくのがこういう場合の鉄則よ。ちょっと待って、左右の手が本当に分かんなくなる。この、あ、このゲーム結構得意なんだろうなって思ってたのに。結構難しいぞ本当に、これ俺の環境だけ難しいのか知らんけど、すげえ難しいぞ。こうじゃ、え、なんかさ、このこうしてる状態だと、あのトリガーのところが、画面真ん中下のやつね、文字のところが緑じゃん、で黄色になったでしょ、あれっぽいな、なんか手の負担みたいなのがあるのか、であれが上がりすぎないように慎重にやるんだ、これ釣りゲームみたいなもんだ、はい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 、え、もうどっちに傾ければ合ってんのかわかんない、完璧、はい、わかった、もうわかった、もうわかった、で1個解くとなぜかね、次が楽になるんだ、あのタイムを間に合わせるためなのかもしんないけど、はい、いや、もう慎重にやればいいだけならもう楽勝よ、これあれだ、やっぱタイマーに間に合わせるための速度は許可されるんだ、だからあのタイマーが動いてる間だけはスピーディーにクリアできるようになっている、なるほどね、面白いじゃん、こうで、はい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 、完璧、もう覚えた、もうね、俺は手を離すことはないわ。なんならあの絵画ももう一回やってやろうかぐらいの、そんなお気持ちよ。あ、横断歩道を直しましょうと、
もう黄色くなったら話せばいいんだもの。そんなもん。ちょっと待って。こうじゃ。完璧。あ、猫ちゃん忘れてた。あ、で、そうだ。早く動かせるようになるんだったね。無理。あのタイマー絶妙に無理。お、97、まあいいでしょう。で、こうよ。そのタイマー内で、パパッと、クリアーイ。できない。これで、合ってんの？ちょっと右？ちょっと右なの？はい。オッケーオッケー、次行こう。ここ、ああずれてるの悲しいけど、ちょっと待って、猫ちゃん回収はしよう。みゃん。両手を動かしてメダルを探していく。ちょっと待って、メダルどこだ？ん？なくない？なんか中国語みたいな電話が聞こえてきたけれど、そんなことはいいとしてみたら、あったい！これでクリアか？オッケー、かわいい。はい、クリア。で、次。ん？何これ？あれか、LANケーブルみたいな。あ、そっちなの。あ、なんかさっき学んだのに、もう話さなくなるって言ってたのに。ちょっと待って、赤い赤い。さあ、赤いのはダメ。赤いのはダメ。その手の震えは何なんだ。整理しないと不安で手が震えちゃうみたいな、そういう症状ですか？いや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 、今のはいけてたよ。というか、なんか今最高値で86ぐらいしか出てなかったよね。何なんだ、なんか100に近い数字が出にくくなって、ああダメだ、焦るとダメだ。はい、とりあえず持ったら一回落ち着く、それが鉄則で、ちょっと動かしたらもう落ち着く。ボタンの色が赤くなったら絶対動かさない。あ、やっぱりね、この気持ちが落ち着けば、いや、なんで気持ちが盛り上がってたのかは知らんけど、気持ちが落ち着けば、ちゃんと位置も整えやすくなってるので、はい。え、嘘嘘、今のは、え、マジで今のはマジで、クリアしてたでしょうが、あれか、置くときにちょっと、あれかな、緊張度上がるのかな。いや、でもなんか、80台にしかなってねえぞ、これ。え？でも、位置的にはこっちでしょ？こんなの違うもんね。こ。このくらい。来てない。ここ。ちょっと待って。これ、本当にいけてる？もうちょっと落ち着こうぜ。お兄さん。あ、なんか、左右合ってそうな気がする。あ、全然合ってねえ。あ、これで合ってる合ってる。え、でも90がマックスだな。どうやるんだ？なんか一瞬でも緑色になったりしたらね、これで合ってんのかなみたいなところはあるけど、でも置いてみるか、これいい加減終わんないもんね。ほい。いや、ダメだ。ちょっと他のから行こう。にゃんが、にゃんの影が。こっからこうして、BGM かっこいいな、ちょっと。こうこう。いや、パーセント具合は変わんないな、これ。あれか。回転で違うんだ、これ。
本当に？なんかいや91が最高に見えるなこれだと。でこれぐらいずらすか？93までいった。95以上は目指したいからな。あとは回転ももうずれ、いや若干こうか。あ、来た来た来た、96出るようになった。いやいやいや、そんな、あ、100出る。はいはい、オッケー。ちょっと待って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 、急ごう急ごう急ごう。こうしてこうして、いやそのタイマーは無理よ。あ、でも綺麗綺麗綺麗。今、まあ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 いいでしょう。で次タイマーが動いてるうちにこのさっき難しかったやつをできねえ。ちょっと上にやって、右やって、上やって、下やって、逆やって、こうして96だな。でこれで93だからこうか。ほい、まあ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 いいでしょう。でここにパパッと、はい。あのタイマーのことは忘れよ。あいつのことはもう忘れよ。はい、まあ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 。で君はどこの、どこの子だ。もうお家帰んなさい。タイマー早え。はい、落ち着いた、気持ちは落ち着いたので96、93、96。じゃあこれが100か。そうだ、はい、完璧。このこれが100かの感覚は多分みんなには伝わってないんだろうな。多分ね、これはね、やった人にしかわからない絶妙な感覚のズレが、あー惜しいけどまあクリアでしょう。であと猫ちゃん回収しよう。にゃんにゃーん、かわいい。次。お？人型？君は隣に座りなさいよ。もうクリア。素晴らしい。あれか、ちょっと赤くなるのが早かったから。失敗するとなかなか来てくれないっていうのが難しいとこだったのかな。オッケー、にゃんかわいい。邪魔すんじゃないよ、この二人を。せっかく近寄れたんだから。で、ここか。これをやると全部が同じ絵の一枚の絵になると。オッケーオッケー。はい、というわけで、チャプター2までクリアしたわけだけど、まあこの後チャプター3以降も続いていくようだが、猫を集めてたでしょ、各ステージで。あれが何の意味あるかというと、ここになんか図鑑みたいな巻物みたいなマークあるんだけど、ここでこんな風に集めたにゃんこをコレクションすることができるみたい。でこれがチャプター1、これがチャプター2みたいな感じで、多分チャプター7まであるんだね。こんだけ集めることができますよと。これ全部集まったら壮観だよね。でなんかね、この砂時計プラス 7% とか書いてあるじゃない。これもしかしたら猫を集めれば集めるほど画面上のタイマーの減りが遅くなるのかもしれない。そうすると星も取りやすくなって、全部のステージを星でクリア、星3つでクリアみたいな、そういうことができるようになっていくみたいな要素なのかな。まあそうじゃなくてもね、このにゃんこ自体が可愛いから、この独特のドット絵いいよね。これコレクションするのも楽しいんじゃないかなと。はい、チャプター7までおそらくあるだろうということで、このゲームまだまだボリュームあるので、興味持った人は遊んでみていただければと思います。バランス100というゲームを遊びました。